こんにちは、ゆきです。今回の動画ではブルーベリーのミニタルトを作っていきたいと思います。よかったら一緒に作ってみてください。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら、まずは面選択に切り替えた状態で一番上の面を選択します。右クリック面を削除で面を削除しましょう。続いて辺選択に切り替えたら透過表示をオンにします。こんな感じで一周すべての辺を選択することができたら、続いて選択の中のチェッカー選択解除をクリックします。そうすることで一本飛ばしに辺が選択されたと思います。透過表示はもうオフにしておきましょう。続いて S、Shift、Z で高さを変えずに膨らませていきます。こんな感じでギザギザが膨らめば OK です。続いて面選択に切り替えたら下の面を選択します。まずは GZ で上に伸ばしたら S で縮小していきましょう。ミニタルトの土台にしたいので、だいたいこれくらいのサイズでいいかなと思います。ではタブキーを押してオブジェクトモードに戻りましょう。続いてモディファイヤーを追加からベベルを選択します。セグメントを4まで上げたらこんな感じでちょっと丸い形に変わるかなと思います。続いてモディファイヤーを追加からソリッド化を選択して、幅を大きくして厚みを出していきましょう。タルトの土台なのでだいたいこれくらいでいいかなと思います。続いてモディファイヤーを追加からベベルを選択してセグメントを2まで増やしておきます。あとはまたモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを選択して、上の数値を2まで上げておきましょう。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげます。これで土台は完成しました。では続いてタルトの中にクリームを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の円を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら面の中のグリッドフィルを選択しましょう。続いて GZ でまずは上に持っていきます。タブキーを押して編集モードに移動したら Alt と Shift を押しながらこんな感じで外側の輪郭を一周選択していきます。続いて選択の中のチェッカー選択解除をクリックしましょう。そうするとこんな感じで一つ飛ばし大きに選択されると思います。今この状態だとこちらのタルトの出っ張っている部分と逆向きに選択されてしまっているので、一回コントロールプラス Z で戻ります。シフトを押しながら今白くなっているところの隣を2回クリックして選択します。また選択の中のチェッカー選択解除をクリックしましょう。これでこんな感じでタルトの生地の出っ張っている部分と同じ部分の頂点が選択されたと思います。では続いて今度プロポーショナル編集を一度オフにしたら S で拡大していきましょう。こんな感じで広げられれば OK です。ではタブキーを押してオブジェクトモードに戻ったら GZ で下に下ろしてこんな感じでタルトの中に入れていきます。続いてタブキーを押してまた編集モードに移動したら一番真ん中の頂点を選択してプロポーショナル編集をオンにします。 GZ で上に伸ばしていきましょう。マウスホイールを回しながらプロポーショナルサイズを変えつつ調整してみてください。こんな感じでクリームに膨らみができたら OK です。ではオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用しておきましょう。今度はこの上に乗せるブルーベリーを作っていきたいと思います。とりあえず2つは隠しておきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の UV球を選択します。点キーの1を押して正面から満たずに切り替えたらタブキーを押して編集モードに移動します。プロポーショナル編集は一度オフにしておきましょう。透過表示に切り替えたら上のこちらの頂点をすべて選択します。右クリック頂点を削除でこんな感じで削除してしまいましょう。透過表示はまたオフにしておきます。ここまでできたら今度は 1,2,3,4,5 適当に5つ選択したら EZ で上に伸ばして S で縮小していきます。G でこんな感じで後ろ向きに移動していきましょう。同じように今度はここの端から 1,2,3,4 4つ選択して EZ で上に伸ばして S で縮小していきます。 G でまた外側に移動していきましょう。同じような感じで適当に何個か選択しながら E で伸ばして S で縮小、後ろ側に移動していきます。
こんな感じで一周選択できれば OK です。タブキーを押してオブジェクトモードに戻りましょう。コントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加してあげます。モディファイヤーを追加から追加しても OK です。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用しましょう。では続いてまたタブキーを押して編集モードに移動したら、点キーの1を押して正面から見た図に切り替えます。一番下の頂点を選択したら、プロポーショナル編集をオンにした状態で GZ で上に上げていきます。下がこんな感じでへこめば OK です。では続いてシフトプラス A からメッシュの中の UV 球をもう一つ生成します。 S で少し縮小して内側に入れていきましょう。続いてまた点キーの1を押して正面から見た図に切り替えたら、タブキーを押して編集モードに移動します。一番下の頂点を選択した状態で、またこちらも同じように GZ で上に上げて内側に入れていきましょう。続いてオルトを押しながらこちら一周選択します。真ん中の頂点も一緒に選択してあげましょう。プロポーショナル編集はオフにしたら E で下に下ろしていきます。こんな感じでへこめば OK です。オブジェクトモードの状態でコントロールプラス2、右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。あとはこちらにちょっと厚みを出していきたいので、モディファイヤーを追加からソリッド化を選択します。サブディビジョンサーフェスの上に持っていきましょう。少しだけ厚みを出してあげれば OK です。あとはこちらの隙間が目立たないように少し調整してあげてください。ここまでできたらもう少しだけいびつにしてあげたいと思います。外側の方を選択したらタブキーを押して編集モードに移動しましょう。適当な頂点を頂点選択で選択したら、プロポーショナル編集をオンにして G でちょっとずついびつな形にしてあげます。内側は見えないので調整しなくても OK です。こんな感じでいびつな見た目になればいいかなと思います。では2つ選択したら M 新規コレクションからベリーとコレクションに入れておきます。こちらをタルトの上に配置していきましょう。タルトを表示させたら S で縮小しながら位置を調整してあげます。こんな感じでブルーベリーをたくさん配置してみました。ではこの上にクリームを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します。左下の UV 球を追加というところからセグメントを16にしてリングを12ぐらいに減らしておきます。こちらが消えてしまった場合は F9 を押すと再表示されます。もともと表示されない場合は左上のビューの中の最後の操作を調整をチェックしておいてください。ちょっと見にくいので GZ で上に上げていきましょう。またタブキーを押して編集モードに移動します。点キーの7を押して上から見た図に切り替えたら、シフトとオルトを押しながら1本おきに選択していきます。こんな感じで選択できたら、プロポーショナル編集はオフにしておきましょう。S、シフト、Z で高さを変えずに内側にへこませていきます。続いて一番上の頂点を選択したら、プロポーショナル編集をオンにして、スムーズからシャープに切り替えます。GZ で上に伸ばしていきましょう。こんな感じで伸ばせたら、R、Z で回転していきます。プロポーショナルサイズを変えながら回転させてみてください。続いて今度は一番下の頂点を選択したら、プロポーショナル編集のシャープからスムーズに切り替えて GZ で上に上げていきます。こんな感じで形ができれば OK です。タブキーを押してオブジェクトモードに戻りましょう。コントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加してあげます。右クリックスムーズシェードも適用してあげましょう。 S で縮小しながら位置を合わせていきます。ちょっと上に出っ張りすぎているのでもう少しだけペタンコにしてあげます。ちょっと全体的にボリューム感が足りないのでもう少しだけブルーベリーの位置を調整していきたいと思います。とりあえず内側のクリーム選択したら、ちょっと見にくいのですが、こちら GZ でもう少しだけ膨らませてあげましょう。
ベリーを再表示させて位置を調整してあげます。これでさっきよりもボリューム感が出たかなと思います。ではここまでできたら、とりあえずタルトのマテリアルの設定をしてしまいましょう。レンダープレビューで操作していきたいと思うので、まずはライトを設定したいと思います。 Shift プラス A からライトの中のポイントを選択して、 G で手前側に移動していきます。 GZ で少し上に上げておきましょう。オブジェクトデータプロパティからパワーを 1000W ぐらいまで上げて、半径を 1m くらいにして明るく見やすくしておきます。ではシェーディングタブに移動していきましょう。まずはこちらの土台から作っていきたいと思うので、それ以外は隠しておきます。新規をクリックしたら、まずはカラーを作っていきましょう。 Shift プラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャを選択します。 Shift プラス A からコンバーターの中のカラーランプ、係数と係数、カラーとベースカラーをつないだら、左上の編集の中のプリファレンスからアドオンの中の検索ボックスにノードと打ち込みます。一番下のノードラングラーを有効にしておいてください。有効にできたらノイズテクスチャを選択して、コントロールプラス T、 オブジェクトとベクトルに切り替えます。まずは細かさを15まで上げて、粗さを 0.6 ぐらいまで上げておきます。タルトっぽい感じにしていきたいので、片方はちょっとオレンジ色な感じに、もう片方は黄色っぽい感じにしていきます。左右を近づけて、少しだけまだら模様がくっきりはっきり出るようにしてあげてください。もう少しだけスケールを大きくして、ノイズを細かくしてあげます。こんな感じのカラーにできたら、今度は上と下にもう少し焦げた焼き色を入れていきたいと思います。 Shift プラス A からカラーの中の RGB ミックスを選択して、カラーランプとプリンシプル BSDF の間に入れます。またテクスチャの中の波テクスチャを選択、コンバーターの中のカラーランプを選択します。波テクスチャの係数とカラーランプの係数、カラーランプのカラーと RGB ミックスの色2をつなげます。続いてマッピングのベクトルを波テクスチャのベクトルにつないであげましょう。 X というところを Z に変更します。続いてミックスというところをオーバーレイに切り替えましょう。係数は1までとりあえず上げておきます。波テクスチャのスケールをまずは小さくしていきましょう。とりあえずこんな感じに色ができれば OK です。続いてカラーランプの黒と白を逆にしていきましょう。もう少しだけ調整してあげます。位置的にはこんな感じでいいかなと思います。ではオーバーレイの係数をもう少し下げて、焼き色をもう少しだけ優しい色に変えてあげましょう。続いてこのままだとちょっと一直線すぎると思うので、波テクスチャの歪みをもう少し大きくして、細かさを15まで上げます。細部のスケールをもうちょっと上げたら、細部の粗さをもう少し上げておきましょう。黒をもう少しだけ左に移動して範囲を広げてあげます。だいたいこれくらいでいいかなと思います。では元の表示に戻すために、Shift とコントロールを押しながら、プリンシプル BSDF をクリックしましょう。こんな感じでできたら、今度は質感を変えていきたいと思います。Shift プラス A からベクトルの中のバンプを選択、バンプのノーマルとプリンシプル BSDF のノーマルをつなぎましょう。ノイズテクスチャを Shift プラス D で複製、カラーランプも Shift プラス D で複製します。係数と係数、カラーと高さをつないでおきましょう。マッピングのベクトルとノイズテクスチャのベクトルをまたつないでおきます。カラーランプの黒と白は元に戻しておきましょう。ちょっとゴツゴツしすぎているので、バンプの強さをもう少し下げておきます。ノイズテクスチャの粗さをもうちょっとだけ上げて、ノイズを細かくしてあげましょう。スケールももう少し大きくしておきます。とりあえずはこんな感じでいいかなと思います。では今度はこの上の方に粉砂糖をかけていきたいと思います。とりあえずこちらのRGB ミックスを Shift プラス D で複製して、 RGB ミックスとプリンシプル BSDF の間に入れておきます。オーバーレイを明るい方に切り替えたら、係数は1までとりあえず上げておきましょう。
続いて波テクスチャとカラーランプを選択したらシフトプラス D で複製します。こちらのカラーランプのカラーと RGB ミックスの係数をつないでおきましょう。波テクスチャを選択した状態でコントロールプラス D、 オブジェクトとベクトルに切り替えます。カラーランプの黒と白はとりあえず一旦元に戻しておきましょう。見やすくするためにシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックします。ではまずはこちらの上の部分を白くして、こちら下の部分を黒くしていきたいと思います。まずは白と黒を近づけていきましょう。続いて波テクスチャのスケールをもうちょっと小さくしていきます。こんな感じでスケールを小さくできたら、マッピングの Z の値を変えながら上の方だけ白くなるように調整してみてください。だいたいこんな感じでいいかなと思います。元の表示に戻すためにシフトとコントロールを押しながらプリンシプル BSDF をクリックしましょう。ではこちらに粉砂糖をつけていきたいと思います。バンプにつながっているノイズテクスチャとカラーランプをシフトプラス D で複製して、マッピングのベクトルとノイズテクスチャのベクトル、カラーランプのカラーと RGB ミックスの色にをつないであげます。ちょっと見やすくするためにシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックしましょう。こちらのカラーランプのリニアは一定に変更します。白い部分を左側に少しずつ移動していきましょう。そうするとこんな感じのノイズに変わるかなと思います。もう少しだけ粗さの値を大きくして細かくしていきましょう。こんな感じにできたら元の表示に戻すためにまたシフトとコントロールを押しながらプリンシプル BSDF をクリックします。あとは粉砂糖の量を変えていきたいと思います。カラーランプのこちらの白い位置を変えることで粉砂糖をこんな感じで増やしたり減らしたりすることができます。あとは粉砂糖がかかる位置ですが、こちらの先ほどのマッピングの Z の値を変えることによってこんな感じで増やしたり減らしたりできるので、こちらもお好みで調整してみてください。ではタルトの土台は完成したのでとりあえず隠しておきましょう。続いてクリームの方のマテリアルを設定していきたいと思います。両方とも同じマテリアルにしていこうと思います。シフトを押しながら両方選択したら、まずは新規をクリックしましょう。続いてコントロールプラス L からマテリアルをリンクで両方とも同じマテリアルにしてあげます。ではカラーをまずは変えていきたいと思います。シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャ、コンバーターの中のカラーランプを選択します。係数と係数、カラーとベースカラーをつなぎましょう。コントロールプラス T でオブジェクトとベクトルに切り替えます。少しだけクリーム色のような感じにしていきたいので、ちょっとだけ黄色いカラーに、もう片方も少しだけ黄色いカラーにして暖かい感じにしてあげます。左右を近づけてまだら模様を少しはっきりさせてあげましょう。細かさを15まで上げて、粗さは 0.6 ぐらいまで上げておきます。では続いて質感も変えていきたいので、シフトプラス A からベクトルの中のバンプ、ノーマルとノーマルをつないだら、こちらのノイズテクスチャをシフトプラス D で複製、ベクトルとベクトル、係数と高さをつないであげましょう。ノイズがちょっと強すぎるのでバンプの強さの値を下げていきます。あとはスケールを調整しながら、もう少しだけ細かいノイズに変えてあげます。粗さももうちょっとだけ上げておきましょう。あとはもう少しツヤツヤさせたいので、粗さを 0.3 ぐらいまで下げておきます。こんな感じでいいかなと思います。ではクリームのマテリアルの設定は終了したので隠しておきましょう。今度はベリーの方のマテリアルを設定していきたいと思います。とりあえず一つ選択したら A で全選択して、新規、コントロールプラス L、 マテリアルをリンクでマテリアルをリンクしてあげます。これで全部同じマテリアルに変わったと思います。ではまずはカラーをつけていきましょう。シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャを選択します。コンバーターの中のカラーランプも選択しましょう。係数と係数、カラーとベースカラーをつなぎます。ノイズテクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、 オブジェクトとベクトルに切り替えましょう。ブルーベリーのカラーにまずは変えていきたいと思います。こんな感じで色をつけることができたら、細かさを15まで上げて、粗さも 0.6 ぐらいまで上げておきます。続いて今度ブルーベリーの上側の部分だけもう少し黒い感じにしていきたいので、シフトプラス A からテクスチャの中の波テクスチャを選択します。
シフトプラス A からコンバーターの中のカラーランプを選択、またカラーの中の RGB ミックスをカラーランプとプリンシプル BSDF の間に入れてあげましょう。係数と係数、カラーと色2をつないであげます。波テクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、 UV とベクトルに切り替えます。続いて X を Y に切り替えましょう。そうするとこんな感じの波模様に変わると思います。ちょっと見にくいのでシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックしましょう。まずはスケールを小さくしていきます。こんな感じで小さくすることができたら、続いて歪みをもう少しだけ上げて細かさを15、細部のスケールをちょっと上げたら細部の粗さももう少しだけ上げておきます。続いてマッピングの Z の値を調整しながら黒の範囲を変えていきます。もう少しだけ黒の範囲を広げたいので、こんな感じで黒い位置を調整していきます。とりあえずこんな感じにできたら、元の表示に戻すためにシフトとコントロールを押しながらプリンシプル BSDF をクリックします。ミックスをオーバーレイに切り替えます。係数の位置を変えながらだんだん暗っぽい感じに変えてあげましょう。もう少しだけ色も調整しておきます。ではここまでできたら質感も変えていきましょう。とりあえず粗さは 0.6 ぐらいまで上げておきます。またシフトプラス A からベクトルの中のバンプ、ノーマルとノーマルをつないだら、またシフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャを選択、係数と高さをつないだらコントロールプラス T、 オブジェクトとベクトルに切り替えます。もう少しバンプの強さを下げていきましょう。細かさは15まで上げて、粗さももう少しだけ上げておきます。スケールはもう少し下げておきましょう。では続いて、あとはもうちょっとだけノイズを加えていきたいと思います。こちらのノイズテクスチャとカラーランプをシフトプラス D で複製しましょう。こちらの RGB ミックスも複製したらこちらに入れておいてあげます。マッピングのベクトルとノイズテクスチャのベクトル、係数と係数、カラーと色2をつなげてあげましょう。オーバーレイというのをソフトライトに変えて、とりあえず係数は1まで上げておきます。こんな感じでノイズが乗ればいいかなと思います。では粉砂糖をかけていきましょう。とりあえず一回こちらのタルトを再表示させましょう。タルトの粉砂糖をかけるときに使ったこちらの4つと、あとはこちらとこちら選択したらコントロールプラス C でコピーして、こちらのブルーベリーの方に移動していきます。コントロールプラス V で貼り付けておきましょう。位置を移動しておきます。ではタルトはいらないのでまた隠しておきましょう。ではまずはこちらの RGB ミックスをシフトプラス D で複製して、こちらの間に入れてあげます。ソフトライトを明るい方に切り替えておきましょう。係数は1までとりあえず上げておきます。続いてこちらの波テクスチャにつながっているカラーランプのカラーを RGB ミックスの係数につないであげます。続いてノイズテクスチャのカラーと RGB ミックスの色に、こちらのマッピングのベクトルとノイズテクスチャのベクトルをつないであげましょう。では粉砂糖の位置を調整していきたいと思います。その前に今こちらのそれぞれの回転がこんな感じで全てバラバラだと思うので揃えていきたいと思います。1個選択したら A で全選択、ライトはいらないので選択解除したらコントロールプラス A、 回転を選択します。そうすると全て0度0度0度に変わったと思います。ではシェーディングの方に移動していきましょう。見やすくするためにシフトとコントロールを押しながらこちらの波テクスチャにつながってあるカラーランプを選択しましょう。位置を調整していきます。白い位置がブルーベリーの上の方に来ればいいので、マッピングの Z の値を調整していきましょう。もう少し波テクスチャのスケールを小さくしていきます。また Z の値を調整していきましょう。白と黒はもう少しだけ離しておいてあげます。歪みを上げて、細部の粗さももう少しだけ上げて、細部のスケールももうちょっと上げておきます。シフトとコントロールを押しながらまた元の表示に戻すためにプリンシプル BSDF をクリックしましょう。粉砂糖がちょっとこちらは細かすぎるような気がするので、ノイズテクスチャのスケールをちょっとだけ小さくしていきます。
あとはお好みで粉砂糖の量や位置を調整してあげてください。ではすべて完成したので、とりあえず全部再表示させるとこんな感じになっています。カラーももう少し後で調整したいとは思いますが、他の部分をもう少しだけ変形していきたいと思います。とりあえずタルトだけ残して、またソリッドモードに切り替えましょう。今このままだと形が綺麗すぎるので、もう少しいびつに変えていきたいと思います。タブキーを押して編集モードに移動したら、コントロールプラス R で3本辺を挿入しておきます。続いてモディファイアープロパティの、まずはベベルを適用、ソリッド化も適用、ベベルを適用、サブディビジョンサーフェスも適用しておきます。そうするとこんな感じで細かく変わったかなと思います。では今度はスカルプトの方で変形していきたいと思います。その前にこちらシフトプラス D でオリジナルとして一つ保存しておきましょう。これで失敗しても元に戻すことができます。スカルプトの方に移動したら、まずはスムーズを選択します。スムーズの強さをちょっと下げつつ、 F でブラシのサイズを変えながらちょっとずつ滑らかにしていきます。角張ったところはあんまりない方がいいかなと思います。続いて今度はドローに切り替えたら、また形を変えていきます。こんな感じで適当に変形してあげればいいかなと思います。ではレイアウトの方に戻っていきましょう。こうやって変形してしまうと、このクリームが外に飛び出てしまうと思うので、そちらを調整していきたいと思います。こちらは内側に移動させてあげてください。こんな感じでできたらクリームも少しだけ変形していきたいと思います。まずはコントロールプラス3でサブディビジョンサーフェスを追加してあげます。そうするとこんな感じでちょっとへこんでしまうと思うので、透過表示をオンにしながらオルトとシフトを押しながら一周外側を選択してあげます。選択することができたらアイテムのトランスフォームの中の平均頂点クリースというところの値を上げて広げていきます。こんな感じで丸まったところがトゲトゲになると思います。突き抜けてないかだけ確認してあげましょう。こんな感じで隙間がなくなれば OK です。ではオブジェクトモードの状態で下矢印適用を選択しましょう。そうすることでこんな感じで頂点が増えたかなと思います。ではブルーベリーを今度は表示させて、ブルーベリーが埋まっている部分を少しだけへこませていきたいと思います。スカルプトの方に移動したら、今度はこちらのドローを選択、マイナスに切り替えてへこませていきましょう。強さを変えながらちょっとずつへこませてあげます。こうすると多少はぶっ刺してる感が減るかなと思います。ではレイアウトの方に戻っていきましょう。ではここで一度もう少しカラーを調整していきたいと思います。ブルーベリーがちょっと明るすぎた気がするので、もう少しだけ暗くしてあげます。
では続いて今度生クリームの方もちょっと変形していきましょう。サブディビジョンサーフェスを適用したらまたスカルプトの方に移動していきます。もう少し全体的にボサボサしていてほしいのでドローシャープに切り替えたら強さを上げてブラシのサイズを小さくしてちょっとだけ傷をつけていきます。こんな感じでかなりボサボサになってもいいかなと思います。あとは全体的にちょっとだけいびつな形にしてあげましょう。プロポーショナル編集をオンにしたらスムーズの状態で形を変えてあげます。こうすると先ほどよりもちょっとだけリアルな感じに変わるかなと思います。こんな感じにできたらお店のロゴがついた飾りを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の平面を選択します。 GZ で上に上げたら RX90 で90度回転、 RY で適当に回転させたら S で縮小してこちらのクリームの上に刺してあげます。ちょっとだけもう少し回転させてあげます。こんな感じにできたらシェーディングタブに移動しましょう。新規からまずはプリンシプル BSDF をクリックした状態でコントロールプラス T、 画像テクスチャの開くから画像を選択してください。今回はこんな画像を選んでいます。こちらもう少し質感を変えていきたいのでまずはシフトプラス A からベクトルの中のバンプ、ノーマルとノーマルをつないだらテクスチャの中のノイズテクスチャを選択して係数と高さをつないであげます。細かさを15まで上げて粗さを 0.8 ぐらいまで上げておきましょう。強さはもう少し下げていきます。 0.1 ぐらいまで下げれば十分かなと思います。あとはツヤツヤしていてほしいので粗さは 0.1 まで下げておきましょう。そうするとこんな感じで光の反射が映るようになると思います。あとは金属っぽくするとこんな感じでちょっと高級感が出るような気もするのでお好みで変えてみてください。では今度はお皿を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の円を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したらまずは S で広げていきましょう。だいたいこれくらいのサイズ感でいいかなと思います。プロポーショナル編集はオフにしておきましょう。 ES で縮小したら GZ で少しだけ下に下げておきます。 EZ で下に下げたら S でちょっと縮小、最後に F で面を貼っておきます。この状態でコントロールプラス B で少しベベルをかけていきましょう。セグメントを増やして今回はセグメント2でこんな感じで輪郭を作りました。上も同じようにコントロールプラス B でベベルをかけていきます。セグメントは2のままこんな感じで、続いてモディファイヤーを追加からソリッド化を選択します。幅を大きくしたらコントロールプラス2、右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。あと今お皿がちょっと変な感じで膨らんでいると思うのでオフセットを1まで上げておきましょう。位置を調整してあげます。ではお皿の方のマテリアルを設定していきたいと思います。シェーディングタブに移動しましょう。まずは新規をクリックします。シフトプラス A からベクトルの中のバンプ、ノーマルとノーマルをつないだらまたシフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャ、係数と高さをつないであげましょう。続いてノイズテクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、 オブジェクトとベクトルに切り替えます。まずはスケールをもう少し小さくしていきましょう。細かさを15まで上げたら粗さをもう少し上げていきます。バンプの強さを下げていきましょう。あとは歪みをもうちょっとだけ上げておきます。続いてこちらの粗さを 0.1 まで下げたらカラーを変えていきたいと思います。シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャ、シフトプラス A からコンバーターの中のカラーランプを選択、係数と係数、カラーとベースカラーをつないだらベクトルとベクトルをつないであげます。カラーはお好みで変えてみてください。もうちょっとお皿の角度だけつけておきます。オルトを押しながら一周選択して GZ で上にちょっとだけ上げておきます。あと内側の 1,2,3 こちら選択したら S で少し縮小しておきます。こんな感じでそれっぽいお皿ができたかなと思います。ではこちらのお皿の方にも粉砂糖をつけていきたいと思います。先ほどブルーベリーに粉砂糖をかけるときにコピーしたと思うのでまたコントロールプラス V で貼り付けましょう。
マッピングのベクトルとノイズテクスチャのベクトルをつないでおいてあげます。続いてシフトプラス A からカラーの中の RGB ミックスをカラーランプとプリンシプル BSDF の間に入れましょう。カラーランプのカラーと RGB ミックスのケース、カラーランプのカラーと色2をつないでおいてあげます。まずは見やすくするためにシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックします。バンドというところをリングに変更して、 X というところを Z に変更しましょう。まずはスケールをもう少し小さくしていきます。だいたいこんな感じで、粉砂糖がかかる範囲が白くなっていると嬉しいので黒と白を反対にしましょう。もうちょっと白の範囲を狭めといてあげます。だいたいこれくらいの位置に粉砂糖がかかっていれば十分かなと思います。あとはシフトとコントロールを押しながら元の表示に戻すためにプリンシプル BSDF をクリックしましょう。ミックスというところは明るい方に変えといてあげます。あとは粉砂糖の量を適当に変えてあげてください。もうちょっとお皿のこちらの方にも粉砂糖が飛んでる感じにしたいので少し調整したいと思います。こんな感じでだいたいいいかなと思います。では今度はフォークを作っていきたいと思います。レイアウトの方に戻っていきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の平面を選択、 GZ でとりあえず上に上げておきます。点キーの7を押して上から見た図に切り替えたらタブキーを押して編集モードに移動します。プロポーショナル編集はオフにしたら SX で細くしていきましょう。続いてコントロールプラス R で辺を4本挿入していきます。またコントロールプラス R でこちらに1本辺を挿入したらこちらの奥側の辺をすべて選択した状態で GZ で少し上に上げていきます。今度は真ん中を選択したらコントロールプラス B でベベルをかけていきます。セグメントは3にしました。続いてまたこちらの6点を選択したらプロポーショナル編集をオンにしてシャープに切り替えます。 SX で内側にまとめていきましょう。続いてこちら側も SX で内側にまとめていきます。ここまでできたら点キーの3を押して横から見た図に切り替えます。 E で伸ばしていきましょう。続いて EY で後ろ側に伸ばしていきます。こんな感じの形にできたら今度はこちらを選択した状態で SX で細くしていきます。こちらももう少し細くしておいてあげましょう。またこちらはもう少し滑らかにしていきたいのでコントロールプラス B でベベルをかけていきます。ここまでできたら今度は面選択に切り替えて 1,2,3,4,5,6,7,8 右クリック面を削除で削除してしまいましょう。続いてモディファイヤーを追加からソリッド化を選択します。幅を上げていったらコントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加してあげましょう。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用します。続いてもう少し形を変えていきたいのでこちらの2点選択したら SX で少し広げてあげます。また今度こちら2つ選択したらこちらも SX で近づけてこちらも近づけていきます。あとは全体的に細くしていきたいので A で全選択 SX で細くしていきます。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ではこちら配置していきましょう。とりあえず点キーの7を押して上から見た図に切り替えたら R で回転して S で縮小していきます。 GZ で下ろしていきましょう。こちらの底面に合わせるとちょっと貫通してしまうので RXX で X を2回押して少し回転させて GZ で位置を調整、もう少しだけ回転させておきます。こんな感じでいいかなと思います。ではこちらのフォークの方にもマテリアルを設定していきましょう。
シェーディングタブに移動したら新規をクリックします。まずはメタリックを1まで上げて金属っぽい見た目に、少しゴールドな感じにしていきたいのでこんな感じのカラーにしていきます。シフトプラス A からベクトルの中のバンプ、シフトプラス A からテクスチャの中のマスグレーブテクスチャを選択します。高さと高さ、ノーマルとノーマルをつないであげます。マスグレーブテクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、 オブジェクトとベクトルに切り替えましょう。もう少しバンプの強さを下げていきます。スケールをもうちょっとだけ大きくしておきましょう。こんな感じでいいかなと思います。あとは粗さを下げてもう少しツヤツヤした見た目に変えておいてあげます。ではフォークは完成したので、今度は机を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら、プロポーショナル編集はオフにして SZ で細くしていきます。 SX で広げていきましょう。だいたいこんな感じの形にできたら、今度はモディファイヤーを追加からベベルを選択、セグメントを2に増やしたら量を小さくしてあげます。続いてモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェス、上の数値を2に上げたらオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェード、続いてモディファイヤーを追加から配列を選択、係数 X を0にしたら係数 Y の値を少しマイナス側に移動していきます。数を増やしていきましょう。 GY で移動して、あとは高さも合わせてあげます。ではこちらのマテリアルを設定していきたいと思います。シェーディングタブに移動したら、まずは新規をクリック、シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャを選択します。係数とベースカラーをつないだら、間にコンバーターの中のカラーランプを入れましょう。まずは歪みを上げていきます。4ぐらいまで上げるとこんな感じで木目っぽい感じになるかなと思います。細かさを15まで上げたら粗さをもう少し上げておきます。カラーを変えていきましょう。今回は白っぽい木にしていきたいので、片方は茶色な感じで片方は白な感じで設定していきます。続いて全体的にノイズを加えていきたいので、カラーの中の RGB ミックスを選択、シフトプラス A からノイズテクスチャとカラーランプをまた出してあげましょう。係数と係数、カラーと色2をつないだら、ノイズテクスチャをコントロールプラス T で複製、オブジェクトとベクトルに切り替えます。ミックスからオーバーレイに切り替えたら係数は1まで上げておきましょう。ちょっとノイズが細かすぎると思うので、スケールの値を小さくしてノイズを大きくしていきます。細かさを15まで上げたら粗さを 0.6 ぐらいまで上げておきましょう。あとは係数を下げて少し薄くしてあげます。カラーランプの黒と白を近づけながら、あとは調整してみてください。ここまでできたら、今度は質感を変えていきたいと思います。ベクトルの中のバンプを選択したら、ノーマルとノーマルをつなげましょう。こちらのノイズテクスチャの係数とバンプの高さをつないであげます。このままだと木目がちょっと強く出すぎてしまうので、強さを下げていきます。だいたいこれくらいあればいいかなと思います。続いて全体的に傷をつけていきたいので、今度はこちらのノイズテクスチャをシフトプラス D で複製します。マッピングのベクトルとつないだら、バンプをシフトプラス D で複製します。係数と高さをつないで、ノーマルとノーマルをつなげましょう。続いてシフトプラス D でこちらのカラーランプを複製して、ノイズテクスチャとバンプの間に入れてあげます。ちょっと見にくいので、シフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックしましょう。続いて黒と白を近づけて、白を少なめにしてあげます。ノイズテクスチャのスケールはもっと小さくしていきましょう。続いて歪みをもっと大きくしていきます。だいたいこんな感じでいいかなと思います。これで元の表示に戻すと、こんな感じでちょっと膨らんだ部分がいっぱい出てくると思うので、反転をクリックして、こんな感じの傷をいっぱいつけてあげましょう。ところどころ傷が入っているかなと思います。ではもう少し傷を目立たせるために、今度はシフトプラス A からカラーの中の RGB ミックスを選択して、ミックスに入れてあげます。カラーランプのカラーを今度はこちらの RGB ミックスの係数につけてあげましょう。そうすると傷の部分に色をつけることができるので、こちらの色を変えていくと、こんな感じで黒い汚れがついたりします。今回は削れた感じにしたいので、一番明るい白っぽい感じにしていきたいと思います。そうするとこんな感じで削れた部分の木目が薄くなるかなと思います。あまり目立つような要素ではありませんが、少しだけリアルに見えるかなと思います。
では続いて今度マグカップを作っていきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。 GZ で上に上げたらタブキーを押して編集モードに移動しましょう。上の面を右クリック、面を削除で削除、下の面を選択したらコントロールプラス B でベベルをかけていきます。続いてコントロールプラス R で辺を4本挿入していきましょう。点キーの1を押して正面から見た図に切り替えたら1234選択したら右クリック、面を削除で削除します。 Alt を押しながらこちら1周選択した状態で点キーの3を押して横から見た図に切り替えます。まずは EY で伸ばしたら今度は R で少し回転させます。E で伸ばして R で回転、 SY で縮めていってで E で伸ばして SY で広げたら R で回転させます。もう少し回転させたら今度は Alt と Shift を押しながらこちら側一周選択、辺の中の辺ループをブリッジをクリックします。あとは右クリックスムーズシェード、コントロールプラス3でサブディビジョンサーフェスを追加してあげます。続いて内側も作っていきたいと思います。タブキーを押してまた編集モードに移動したら一番上の面を選択、 ES で縮小して、もう一回 ES で縮小します。 EZ で下に下ろしていったらここら辺の位置でまた ES で縮小します。少し GZ で下に移動したら最後 F で面を貼ってあげましょう。ここまでできたら今度シェーディングタブに移動します。必要ないものは一回隠しておきましょう。とりあえずマグカップにしていきたいので粗さを 0.1 まで下げたらシフトプラス A からベクトルの中のバンプ、ノーマルとノーマルをつないだらまたテクスチャの中のノイズテクスチャ、係数と高さをつなぎましょう。ノイズテクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、 オブジェクトとベクトルをつなぎます。細かさを15まで上げて粗さを 0.6 ぐらいまで上げておきます。強さは下げていきましょう。ここまでできたら今度は中身を作っていきたいと思います。タブキーを押して編集モードに移動したら面選択に切り替えます。ちょっと見にくいので透過表示をオンにしてこちらの上面とあとシフトとオルトを押しながらこちらの面を一周選択します。選択できたらスロット1プラス割り当て新規の順にクリックしましょう。タブキーを押してオブジェクトモードに戻ります。まずはシフトプラス A からテクスチャの中の波テクスチャを選択、コンバーターの中のカラーランプを選択します。係数と係数、カラーとベースカラーをつなぎましょう。波テクスチャを選択した状態でコントロールプラス T、 オブジェクトとベクトルに切り替えたらバンドをリングに変更します。 X を Z に変更しましょう。そうするとこんな感じの模様になると思うのでスケールを下げていきます。スケールはとりあえず 0.04 にしてみました。歪みをもうちょっとだけ上げて細かさを15まで上げます。細部のスケールももうちょっと上げて細部の粗さももうちょっとだけ上げておきます。ではカラーランプのカラーを変えていきましょう。紅茶っぽい感じのカラーにしていきたいと思います。外側がちょっとカップが透けるような白い感じのカラーに変わればいいかなと思うので、リニアを B スプラインに変えたらこちらのカラーがついている方のカラーストップを右側に移動していきます。こんな感じでいいかなと思います。続いて粗さを0まで下げておきましょう。また質感を加えていきたいのでシフトプラス A からベクトルの中のバンプ、ノーマルとノーマルをつないだらシフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャを選択、係数と高さをつないであげましょう。あとは細かさを15まで上げて粗さをもう少しだけ上げておきます。スケールはもうちょっとだけ下げていったら今度は強さを下げていきましょう。こんな感じでなんとなく飲み物が入っているような感じに見えるかなと思います。ではレイアウトの方に戻っていきましょう。もう少しだけマグカップちょっと変形していきたいと思うので A で全選択、 SZ で少し伸ばしていきます。こんな感じでちょっと変形してみました。では配置していきたいと思います。 Alt プラス H で隠していたものを再表示させましょう。オリジナルの方は隠しておきます。ついでにレンダーもオフにしておきましょう。 GZ で上に上げたら S で縮小して位置を調整していきます。ちょっと白だと味気ないので色だけ変えておきます。
ではこちらにスプーンを入れていきたいと思います。柄の部分しか見えないので、こちらフォーク選択してシフトプラス D で複製します。あとは適当に回転させて入れてあげてください。 S で縮小して、 G で移動、 R で回転、こんな感じでいいかなと思います。あとはお好みでカラーだけ変えてあげてください。マテリアルをコピーしたらベースカラーを変えていきます。こちらは銀色にしておきます。今回は対面も作っていきたいと思うので、こちらにグラスを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら上の面を選択、右クリック面を削除で面を削除。A で全選択したら S シフト Z で高さを変えずに細くしていきます。下の面を選択して S で少し縮小していきましょう。続いてコントロールプラス B でベベルをかけていきます。また今度はオブジェクトモードに戻ったらモディファイヤープロパティからソリッド化を選択します。少しだけ厚みを出していきましょう。続いてモディファイヤーを追加からベベルを選択、セグメントを2まで増やしたら量は小さくしておきます。続いてコントロールプラス2でサブディビジョンサーフェス、オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用しましょう。ここまでできたら中身も欲しいのでシフトプラス D で複製します。右クリックで位置を固定したら S で少し縮小しておきましょう。タブキーを押して編集モードに移動したら頂点選択に切り替えて Alt を押しながら上の辺を一周選択、 GZ で少し下ろしていきます。 S で縮小していきましょう。内側に入れば OK です。あとはタブキーを押して編集モードに移動したら F で面を貼ってあげましょう。では氷を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択します。 GZ で上に上げていきましょう。タブキーを押して編集モードに移動したら右クリック細分化で分割数を10まで上げておきます。続いてモディファイヤーを追加から今度はディスプレイスを選択します。新規をクリックしたら中間レベルは0まで下げておきましょう。タイプを画像または動画からクラウドに変更します。サイズを大きくしていきましょう。続いて強さをちょっと下げてあげます。あとはオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェード、ちょっとガタガタしているのでコントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加してあげます。ではこれを配置していきましょう。 S で縮小して GZ で下ろしていきます。もうちょっと縮小して GZ で下ろしていきましょう。 R で回転してシフトプラス D で複製、 R で回転、またシフトプラス D で複製します。あんまり上の方まで映さないので3個ぐらいあればいいかなと思います。ではストローも刺していきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。 GZ で上に上げたらタブキーを押して編集モードに移動します。面選択で上と下の面を右クリック面を削除、 A で全選択、 S シフト Z で高さを変えずに細くしていきます。SZ でもう少し長さを出していきましょう。あとは刺していきます。 G で移動して R で回転、こんな感じで配置できればいいかなと思います。氷に刺さってても OK です。では配置していきましょう。配置できたらマテリアルを設定していきたいと思います。いらないものは隠しておきましょう。とりあえずこちらはガラスにしたいのでマテリアルプロパティから新規をクリック、ベースカラーを一番明るい白にしたら粗さは0まで下げて電波を1まで上げましょう。 IOR は 1.52 に変更します。ちょっと黒い部分が目立つなという場合はレンダープロパティに移動します。ライトバスというところを開いたらこちらの合計をとりあえず200ぐらいまで上げておきます。光沢を50まで上げるとこんな感じで黒い部分が目立たなくなるかなと思います。では中身も作っていきましょう。今度中身を選択したら新規をクリック、ベースカラーはお好みのカラーに変えてみてください。続いて粗さを0まで下げて電波を1まで上げます。 IOR は 1.33 に変更しましょう。続いて氷も変えていきたいと思います。ちょっと全体的に小さすぎたのでもう少しだけ変形していきたいと思います。変形できたら氷を3つ選択した状態で新規コントロールプラス L マテリアルをリンクでマテリアルをリンクします。ベースカラーは一番明るい白まで上げて粗さを0まで下げます。電波を1まで上げといておきましょう。IOR は 1.52
1.309 に変更しておきます。ではストローのマテリアルも設定しましょう。新規からベースカラーは黒っぽいカラーに変えておきます。粗さを 0.1 まで設定したら OK です。ではオルトプラス H で隠したものを表示させておきましょう。オリジナルはもう必要ないと思ったら削除しても OK です。では今度はこちらのタルトをすべて選択します。シフトプラス D で複製したら Y で後ろ側に移動していきましょう。 RZ で回転しておきます。机がちょっと足りませんがそこまで映さないのでこのままでいいかなと思います。ではカメラの設定をしていきましょう。ではここまでできたらとりあえずカメラの設定をしていきたいと思います。とりあえず点キーの1を押して正面から見た図に切り替えましょう。シフトプラス A からカメラを選択します。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたらビューの中のカメラをビュー2にチェックを入れて後ろ側に移動していきましょう。こちらの席に座りながら撮っているのをイメージしつつカメラの位置を調整してみてください。ちょっとだけ傾いていたり少し真ん中からずれていたりするとよりリアルな写真に見えるかなと思います。カメラの位置を決めることができたらカメラをビュー2からチェックを外しておきましょう。レンダープレビューに切り替えます。もう少しこちらの位置を調整してあげましょう。もうちょっとだけ映っていてほしいので少しだけ手前側に、こちらも同じように GY で少しだけ手前側に。ではライティングをしていきたいと思います。今このテーブルが横15メートルもある巨大なテーブルになってしまっているのでまずはサイズを小さくしていきたいと思います。とりあえずシフトプラス A からメッシュの中の平面を選択します。この 2m×2m の平面に合わせて全てのサイズを調整していきましょう。ではカメラもう一回動かしていきましょう。カメラをビュー2にチェックを入れます。移動していきましょう。とりあえず位置を決めたらカメラをビュー2からチェックを外してオブジェクトデータプロパティに移行します。被写体深度というところにチェックを入れたらこんな感じでぼやけた絵になると思うのでスポイトのマークをクリックします。今回はこのケーキの飾りにピントを合わせていきたいのでオブジェクトプレーンを選択します。そうすることでこちらにピントが合ったような写真に変わるかなと思います。あとはちょっと全体的にブルーベリーの配置が良くないような気がするので RZ で回転していきます。ブルーベリーが詰まった位置に変えていきましょう。粉砂糖もちょっとかかりすぎだったみたいなので少しだけ調整してあげます。ではライトの設定をしていきましょう。まずはライトを選択したら点キーの7を押して上から見た図に切り替えて G でこちら側に移動していきます。スポットに切り替えましょう。今スポットサイズが大きすぎるのでまずは小さくしていきます。半径も小さくしておきましょう。では点キーの1を押して正面から見た図に切り替えたらもう少しだけ下に移動して R で回転していきます。点キーの3を押して横から見た図に切り替えたらまた R で回転。点キーの7を押して上から見た図に切り替えたらこちらも R で回転していきます。若干こちらの手前寄りにライトが当たるように設定してあげましょう。もう少しパワーが欲しいのでパワーを 3000W ぐらいまで上げておきます。では続いてもう少しライトを設定していきたいと思います。シフトプラス A からライトの中のポイントを選択します。点キーの7を押して上から見た図に切り替えたら G で手前側に移動していきましょう。 GZ で上に上げていきます。ちょっと明るすぎるのでパワーを下げていきましょう。半径も小さくしていきます。こちらのタルトの手前が少しだけ明るく見えるような位置に調整してあげます。カラーは若干暖かい感じに変えてあげましょう。続いて全体的に明るくしていきたいのでワールドプロパティのカラーを変えていきましょう。明るい色にしていきます。あんまり明るくしすぎると影がかなり薄くなってしまうのでそこまで上げすぎない方がいいかなと思います。続いてまたこちらのポイントライトを複製していきましょう。シフトプラス D でこちら側から当たるようにしていきます。ではここまでできたら今回はコンポジットをしていきたいのでコンポジッティングに移動していきたいと思います。とりあえずこちらのレンダープロパティの最大サンプル数を64ぐらいまで下げておきましょう。
能動詞用にチェックを入れたらレンダリングしていきたいと思います。その前にコントロールプラス S かファイルの中の保存や名前をつけて保存で、こちらのブレンダーファイルを保存しておいてください。ではこちらのレンダーというところをクリックしてレンダリングしてみましょう。レンダリングが終わったらとりあえず×を押してこちらの画面は隠しておきましょう。レンダーレイヤーというところにこんな感じで画像が表示されると思います。そうしたらまずはシフトプラス A から出力の中のビューアーを選択します。画像と画像をつないであげましょう。そうするとこちらの後ろ側にレンダリングした画像が出てくると思います。 V を押すと縮小できるのでまずは縮小していきましょう。 Alt を押しながらマウスカーソルをクリックすることでこんな感じで移動させることもできます。移動することができたらノードをつないでいきたいと思います。 Shift プラス A からカラーの中のまずは HSV を選択します。画像と画像の間に入れてあげましょう。こちらの画像もビューアーの画像につないであげます。ではサイドを変えていきましょう。まずは Shift を押しながらだと調整がしやすいと思うのでそちらで調整してみてください。対応を上げるとだんだん明るくなっていきます。続いてシフトプラス A からカラーの中の輝度コントラストを選択します。コントラストを上げていきましょう。またシフトプラス A からカラーの中の露出を選択します。露出を上げていくと画像が明るくなっていくかなと思います。今回はこんな感じでつないでみました。元画像と比べるとこんな感じで結構明るく変わるかなと思います。ではここまでできたらまたレンダリングしてみましょう。最大サンプル数はまた開けてレンダリングしてみてください。今回はコンポジットをしているので、レンダリング後はこちらのコンポジットというところのビューレイヤーを選択するとこんな感じでコンポジット前の画像も表示させることができます。どちらも保存することができるので、必要な方をここに保存しておいてください。以上で今回のチュートリアルを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。Twitter でも活動しているので気になる方はぜひ遊びに来てください。ではまた次回お会いしましょう。